株式会社双葉は、熊本県熊本市南区の商業団地である、流通団地に本社を置き、自動車補修部品の卸し販売事業を営む、企業である。自動車補修部品卸し業としては、西日本で1位、全国でも5位以内という売上高を上げている。通称、双葉部品の名で知られており、物流拠点である、流通団地の本社営業所に加え、14の、 営業所によって、熊本県内のほぼ全域をカバーしている。現在は、業界の新たなニーズに応え、広域補修部品業者として社会に貢献するべく、経営革新を進めている。より開かれた、企業、全員経営のできる企業を、キーワードとし、創業以来、良い品、より安くを追求している。本社を、ハブセンターとすることで物流の効率化を図り、 発注された商品を素早く正確に納品するため、熊本県内に14の拠点を展開している。2012年5月には、関連会社である北九州部品を北九州市に出展するなど、年々販路を拡大している。2013年度のスローガンは、会社を外からも中からもクリーンにしていきましょうである。双葉では部品を的確に供給するという。 従来型の営業だけでなく、顧客である整備工場や板金工場に最適な設備の助言や工場運営のアドバイスなどの提案ができる人材育成が必要だという考えのもと、マイスター制度という独自の社員教育制度を導入している。この制度は顧客の課題や悩みをヒアリングし、マーケティングを加味しながら提案型の営業ができる営業マンの育成を 目的としている。タイヤ、バッテリー、ナビゲーション、オイル、スキャンツールの5つの分野の研修が月に1回実施されており、評価には初級、中級、上級、プロ、サービスという5段階が設定されている。流通団地にある本社と関連会社である北九州部品にはサポートセンターを開設し、専門の資格を取得した整備士を揃えることで、 ハイブリッド車や電気自動車など電子化されたシステムにコントロールされた高度な技術を必要とする車両の整備を請け負い顧客である整備工場や板金工場ディーラーを支援するためのサービスを全国に先駆けて開始している双葉で取り扱っている約4万点の商品はすべて各メーカーのオンラインシステムで管理されており現在では車両のコンピューターシステムから 各種リビルド商品や設備工具の提供にも対応している。電子カタログやスマートフォンを活用したシステム導入も進めており、次世代発注インフラの整備にも着手している。双葉工具省は、毎年1回2日間の日程で、双葉が主催する自動車整備を機会及び工具の展示会である。2012年度で第31回を数え、 来場者数は2001年の2721人をピークに近年まで約1600人で推移している。例年開催しているグランメッセ熊本の会場には70社ほどの自動車、部品メーカーや商社がブースを出展し、大型の自動車整備用機械工具や最新技術を導入した商品などが展示される。工具商で主に扱われている商品はオパシメーター、 ライトテスター、エンジン診断機、ハンドツール、ビークルモニター、ヘッドライトテスター、リフト、アライメント、スキャンツールなどである。自動車補修部品、自動車用品、タイヤ、バッテリー、リビルドパーツ、中古パーツ、塗装、塗料、ケミカル、工場用コンピューターシステム、整備機械工具等。ありがとうございます。